パリゴリン第16日ブレイキン2024年8月10日コンコルド広場パリゴリン唯一の新競技ブレイキンの男子準決勝が行われ金メダル候補中井茂二22イコールダンサー名 s h キックスはフィリップ・キム27イコールカナダダンサー名フィル・ウィザードと対戦ハイレベルな戦いを繰り広げるも敗れ3位決定戦に回った写真あり 涙止まらない予選敗退ヒロテン低評価に観客ブーイング刺激キックスは1次リーグで大脳ヒロトビ、19イコールダンサー名、ヒロテンとの日本人対決を制するなど、グループ首位で決勝トーナメント進出を果たした。準々決勝は35歳のベテランメンノと激突。決勝トーナメントらしいハイレベルなバトルを繰り広げながらも、 シゲキックスは音楽と調和したフリーズやヘッドスピン、さらに逆回転のヘッドスピンも披露し会場を魅了。音楽性や完成度でも高い評価を受け、3対0で解消した。準決勝は親友でもあるフィル・ウィザードと対戦。疲れを見せず高難度のパワームーブを連発したものの赤敗銅メダル獲得を目指し3位決定戦に回った。 現地時間9日の大会15日にはブレイキン女子が行われ、ユアサーミ25イコールダンサー名、アミが金メダルを獲得。日本はブレイキンの強豪国でアベック部位にも期待がかかっていたが、達成はならなかった。